こんにちは、ゆうです。バーサダのお時間です。はい、今日は向井サバーカじゃなくて、はい、メインアカウントでございます。はい、今日の立ちの方、おめでとうございます。はい、今日の動画ね、タイトルとサムネ見てもらったら分かるように、あがつま善逸、善逸言うてもらった、あまつま善、使ってみたでございます。はい、第2弾ということでね、第2弾コラボということで、鬼滅の刃、はい、まあ、早速ね、もう強化前なんですけど、はい、使っていきたいと思います。ちょっとね、もうダンジョンの肉ダンジョンはね、ちょっともう、ちょっとお気軽な、はい、表の百式なんですけども、もう今の善逸でもね、勝てるというところをね、雷の呼吸はね、やっぱ強いというところでね、見せたいと思います。それでは、パッティご紹介します。はい、こちらですね、はい、雷の呼吸の、はい、はい、参加でございます、皆さん。はい。それではご紹介しましょう。はい。リーダーの天妻玄一、玄一ってもうたまた、まず、あま、もう前一っていうか、前一に、リーダーチェーン体制、スキルチェーン2つ、夏休みプレイナブキつけておりますね。で、一応リーダースキルのね、リーダー、変身後のリーダースキルが、機械属性の HP が2倍、HP50% 以上でダメージを軽減であった。キャリア4個以上繋げて消すと、攻撃力が17倍、固定100万ダメージとなっております。はい。で、こちらがハンスですね。ハンス、無効貫通枠。なんかそのね、この変身後が完全毒耐性持ってるんで、毒耐性要因でもありますね。スキルチェーン6つに、モンハン武器ですね。で、こちらがアマテラスドラゴンですね。直角性浮遊、消せない解除。で、シャインブーストをつけております。付属性光に変えてね。上限解放にするの焦った。まあまあ、いけるやろ。はい。で、こちらがもうデイトナー使ってるんで、デイトナークロミを使ってみようかなと思って。ついでにね、完全お邪魔耐性持ってたんでね、はい。で、ポンポンプリンつけております。はい。これもね、ダメージも交換通爆になるんで、しかもロックも解除してくれるんで、はい。指も長いということで、はい。もう、持ってこいですね、僕には。はい。で、こちらが、デイトナですね。デイトナ、最近パワーアップされましたね。はい。紹介していきましょうか。こちらで紹介しましょうか。はい。スキルチェーン4つに、HP 強化1つ。で、イノセントメモリアル、精霊のサイレンや武器つけております。で、アシストじゃなくて、リーダースキルが光を4個以上繋げて消すとダメージを 78% 軽減、攻撃力が25倍。4コンボ加算、固定250万ダメージとなっております。スケットは10連ガチャパワーにつけてます、してます。もう結構適当に組みました。はい、さっと組みました。はい。で、バチャ HP プラスです。はい、ちょっとね、ボスで負けてもうた一回。はい、それでは、行きましょう。なんで片言だね。全集中、雷の呼吸、最高。おし。オッケー。いやー、ちょっとね、ボスっていうか、スキルの使い方も間違ったね、普通に。全然いけるんで、はい、全然使ってみた動画できそうです、無事に。ほんまやで。で、これ使って、デイトナクロミ使って、まさに、なんか指ついそうなんでね、今小指立ってたね、なんかこうやって。ごめんなさい、ほんま。で、これデイトナ使って、で、アマテラスして、で、はい。OK。これ10コンボ決まらんとね、結構きついんですよね。よいしょ、で、ルビーフレーム。OK。ちょっと変質の関係上ね。善逸さんちょっと威嚇なんで、百式に絶妙に向いてないんですよね。最悪に色がなかったデイトナー&クラミって言ってもた。クラミ使ってあげたらいいんで、はい。もしね、善逸で百式クリアしたい方がいらっしゃったらですけど、もう多分ほとんどの方がね、クリアされてると思うんで、はい。はい。はい。OK。よし。で、次が、光吸収なんで、ハンス、絶対使ってあげて。はい。ちょ、ルーレットが欲しいよね。うわ、100出た、今。100里、シャックリ、どっちいます皆さん。で、ハンス、使って。はい。いやー。僕、エメさんの曲が好きなんですよね。有楽町編どっちだったっけ。なんか有楽町は違う気がするの、なんとなく。まあまあ、ええか。そこら辺は。まあ、あんま細かいことは気にしないで。もしよかったら、コメント欄で、教えてくださると嬉しいです。
何編やったっけ、エメさんの曲ってあれ。よしよしよし、ゲイ、ここかデイトナ変身できると。よし、スピターン、はいはい。あ、指奪い返しとくか、善逸で。ここ便利っすね、善逸。諦めるな。で、ここは、こうしといて。あ、ちょっと待って、繋がってる、繋がってる、繋がってる。あ、でも、10コンボいったー。よし、OK。結構欠陥品でしょ。めちゃくちゃ適当に組んだんで。はいはい。で、デイトーナ、待って、小指立ってるんですけど、僕、突き指じゃなくて、指つりそうなんですよね、最近ペン持ってたら。すいません、なんか、ちょっと、お姉とかじゃないんで、僕、はい。そこら辺、ね、ご認識改めてくださると嬉しいですね。はい、OK。よし。OK! ウェイ。よし、ね。次が、6フロアって誰だったっけ？ああ、オメガか。まだここか。まだここか。百式は割とサクサクいけるんでね。本当にね。こういう、ネタって言ったらあれですけどね。ちょうどいいっすね。はいはい。まあ、でも、この前のね、サレーね。全員サレーで勝ったよね。結構きつかったっすわ、僕。よし、10コンボも組んでいかなと当たるんですけどね。善逸くんにね、コンボ加算がないということで、結構難しいんですよね、僕からしたら。ハイドロスネーク。で、これ、善逸ちゃう、デイトナが、変えてくる。あ、ちょっと、エインハマっちゃった。上上げしもた。マジか。ちょっと待って。マジか、マジか、マジか、マジか。はい。よいしょ。いやー、どうせ無理か、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、危ない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 。わー、今多分ね、デイトナーの演奏やったらいけてましたね。まあ、いいでしょう。ちょっと待って。ロックか。ロックかいでしょ。デイトナーで。デイトナーじゃない、黒身で。でも、これでちょっとナメプみたいになっちゃうんですけど。はい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 。よし、はい。はい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 。僕もね、日が多いとね、ちょ、変、機械が多いと分割できないんですよね。2way の分割が結構下手くそなんですよね。で、僕アグリゲートとか苦手なんですよね。よし、じゃあ、ハンス使いまして。で、デイトーナー使います。マラドーナみたいに言うなって。お前、しょうもないこと言って。はい、いや、もう繋げちゃおうか。いけるでしょ。OK。よし、OK。で、また9フロアか。あ、これミラーちゃんって何やったっけ？あ、これか。はいはい。ちょっと待って。ちょっと待って。袖が気持ち悪い。気色悪い。袖が気色悪い。よし。んで、はいはい。はいはい。はい。はいはい。はいはい。はい。はいはいはい。僕何でクリアしたかな、百式。メルヘムかな、確か。当時。いや、鬼滅のコラ、鬼滅のキャラ使ってるんやから。まあ、ええか。まあ、ええか。善逸は使ったことないんですよね、多分僕。いや、使ったことないはず、全然。全然っていうか、使ったことないね。なんか、あれですよね。善逸攻撃力、やばーってなりましたね、当時。なんなん、この善逸の攻撃力みたいな。なってた、覚えてますわ。はい。善逸くんにコンボ加算がないからちょっと頑張らなあかんっていうね。これ結構しんどいんですけどね。
ああ、まあ、張り切って頑張っていこうと思いますって言ってる前に11フロアですね。あ、これちょっと待って。光属性吸収来た、うっとしいな。来なかったですね。ありがとうございます。よしよしよし。はいはいはい。はいはいはい。はい。はいはい。はい。よし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 。はい、10コンボ。えいや、オッケー。よしよし。何つけてたっけ、ハンスの目。HP いっぱいアップか。どうせあれか。ここで使わなかんねん、ハンス。そうです、そうです。こっちだけチェック入れて、あれ、これルーレット落としいよね。で、デイトーナー使って。はいはい。マジ、危ないな。結構ね、ギリなんすよね、これ、ほんまに。ギリギリの戦いなんすよ。あ、ちょっと待って、全然話すタイミング見せてた。大丈夫かな？うわ、やらかした。もう、バカチン。いや、ちょっと外そう。もう、ちょっとやらかしてもた。10コンボ。なんであのタイミングで外しちゃったんやろ。もう、はい。もうわ。オッケーオッケー。どうせなら10コンボ一貫方、嬉しいわ。パルムフォームチェンジ。オッケー。パルムフォームチェンジやな。はい。はいはいはい。あー、ちょっと久しぶりのね、なんかパズドラ実況してる感があるんで、ちょっとあんまりうまく喋れてるかわかんないんですけど、ね、ちょっと思んなかったすいませんね、はい。そんな別にイケイケパズルをお見せできるわけでもないんで、デモンエンハンス。長くの結界。長く好きっすね、僕。犬夜叉で。犬夜叉好きでね、はい、あ、ごめんなさい、今全然鬼滅の。キャラ使ってるのに。なんかもう、そういうとこちゃんとしていこうよね。よしよし。はい。よしよし。これで10個も組めたでしょ。こんだけの HP で10個も組んだところで別に倒せるんですけどね。よし。OK。で、13フロアが、あー、ここか。あれか、あれか。やばない、やばない、やばない、これ。大丈夫？大丈夫そう。オッケーオッケー。いや、4消しなってない。はい、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 はい。こいちょ、お、いやー、ちょっと惜しいな。あ、闇やから行けた。ラッキー。ラッキー、ラッキー、ラッキー。これはラッキー。はい。ね、はい、はい。はい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 7、8、9、10 OK 決めた。結構むずいね両側。あ、なんかツインツタマと思ったで。あ、ちょ待って、これ大丈夫？置いとくか。アマテラスで耐えれへんかな、これ。あ、そっか。別に軽減は晴れてるんや。軽減は晴れてるんや、別に別に。そういうことか、そういうことか。あ、なるほど、よかったよかったよかった。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。じゃあ。一応こうちょっと早を倒しとかんと落としいからデイトナー&クロミ使います。あかん、僕ちょっとあのディオンの口になってるわ。ディオンっていうかその昨今のその2コンボ以上でとかの環境、あの口になってる。それが抜けへんわ。オッケー、よし、いいよ、よし、OK。百式結界。強炎熱風。
あ、ちょっと読めへんかった、今。とりあえず、デイトーナー使って。はいはい。なんかちょっとごめんなさいね。昨日ね、ちょっとくたばってたんで、全然パズドラしないんですよね。で、しかも今日初パズルなんで、ちょっとね、そこら辺お許しください。えい！水晶が割れていく。水晶から何かが現れた。よし。はいはい。はい。諦めるな。諦めるな。よーし。あ、全員攻撃、あ、これ後半で使ってよかったな。もうミスったな。後半で使ったら、あれちゃう？もしかして。なんか、溜まったか適当に使っちゃったんですけど、そう、もったいないことしたな。はい。よしよし。で、これ攻撃ダウン来ちゃうんで、あーぶねー。はい、バーン来て。で、これあれですね、一応、ハンスが溜まるまで、様子見しとこうか。デイトナクローム使わんとくか。多分耐えれるんで、全然。いや、危ないな。ちょっと軽減込みでこれか。はいはい。はい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 。よし、どなたが回復4つ持ってらっしゃるんかわかんない。あ、待ってらっしゃった。ごめんなさい。いつも使ってますわ、僕。で、ハンスあと一旦なんで、もうここで行きましょうか。よし。で、デイトナクロミ使って。はい。はい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 。いや、ちょっと待って。もう何でもいいや。オッケー！うぃぃ勝てた。うぅ、緊張した。いやー、プラスポイント2900、ありがとうございます。上限解放したい。ありがとうございます。はい。一応こんな感じで、前日使ってみた動画でした。はい。どうでしたでしょうか？どうでしたでしょうか？はい。今回この辺にして、この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければね、動画の感想や、もしよかったらね、面白かったなと思ったら、全然喋れて面白かったなって思う方いらっしゃいましたら、チャンネル登録と、これ、お願いします。はい。それではね、もうぜひぜひ、三木島さんね、鬼滅の刃、楽しみだと思うんで、はい。楽しみにして待ちましょう。楽しみだと思うんで、楽しみにして待ちましょうとね。それでは、今回のお相手は私でした。バイバイ。